敏感が逆なだけであれやな、緊張するの。今なんか全ての車が敵のように見えてるもん。あ、人生最後の車になるのかもしれないな、母にとってって思った時に、なんかいい車乗ってほしいなと思って。おい、え、ちょっと待って、マジでちょっと分かったから、ちょっと。あと車が来ました、皆さん嬉しい。お母様の、そう、探した自分の車を買うんじゃなくて、実家の車が結構もうボロンチョになっちゃってて、なんか車買ってあげようかなと思って。これあれですか、お母さんのプレゼントですか。そう、お母様に探してこのコマベシルバーっていう、なんかちょっとシャンパンゴールド寄りのシルバーがずっと良くて、しかも中のさ、あれ意外となんか結構尖ってますね。そうそう、尖ってんねん。お母さんおいくつでしたっけ。お母さん77。尖ってます。いいですね、なんかスーツがきっかけで。よし、じゃあ、ありがとうございました。あのめっちゃ貴重な納車立ち会わせていただいて。え、何やってんの、スーツ君。いやでも、いやもう取れたか取れたんで大丈夫です。え、はしぐち君も今からで、ね、今から私とはしぐち君ドライブデートが今日のメインやん。え、誰が運転するんですか。私。早く車線変更してる。でも、これ左また。で僕乗るんですか。え、もういくら進めるか、カフェ行こう、カフェ。え、僕乗るんですか。これ当たり前やんか、何やってんの。いや、視聴者届けるのが仕事でしょ。行くよ、おいで。おいで。じゃあ、ちょっと待ってよ。はい。で、鍵もないけど、いいと。で、これを踏んで、おハロー、あ、ちょっと待って、みんな、ハロー、メルセデス、どうぞ。ほら、すごくない？今日の大阪の天気は？インターネットに接続しています。これ、Bluetooth でつなげてもらったらいけます。なるほど、ええ、あ、なるほど、よくわからへん。まあ、いっか、よし、ちょっと待ってよ。あの、撮影の撮れ高気にしないでいいんで、安全運転でお願いします。なんかこの辺全然余裕でブイブイ走っとってんけどな。ちょ、なんかすごいから、私カーレースのように車乗ってるやつ。いや、何がすごいかわからない。いや、もうすごかったから。なんかドキドキするわ。なんでなんやろ。今なんか全ての車が敵のように見えてるもん。みんな迫ってくるみたいな、ね、そうこれって左に行ってる方がいいよ。いやんな、私を左に行かせて。行っていい？あ、行っていい？はい、行ってください。あ、もう一個ここやねんけど、ここ左。あ、ちょっと行かない方がいいかもしれない。ここ、ああ、行ける。この状態ってさ、ブレーキ外したら進むねんな。ブレーキ外したら進むねんな。いや、ブレーキ離したら進みますよ。なんか、いや、もうこのままさ、ハイテクやからブレーキ外しても進まんのかなって思っちゃう。あまりあれですよね、技術の進歩を頼らない方がいいですね、まだ。OKOK。 いや、その先言おうとしてた話だったけどさ、 YouTube さ、別にそのとこまでさ、全然登録者数多くないやん。はい。それでさ、もうこれだけ来てくれてるってすごくない？10万に至った時はどうなるんでしょう、楽しいですよね。ほんま至りたい。
滑らせてくれ。チャンネル、チャンネル、チャンネルがある。めっちゃ行きたい。めっちゃ行きたい。もう運転なんてどうでもいい。なんでお母様にそのベンツを買おうと思ったんでしたっけ？まあ、親孝行したいっていうのが一番で、その私母が43歳か2歳ぐらいの時の子供で、すごい母との年が離れてるんですね。で、なんかもう77に今年なるんですよ、母が。たら、あ、人生最後の車になるのかもしれないな、母にとってって思った時に、なんかいい車乗ってほしいなと思って。なるほど、うん、お母さん車好きなんですか？別に。まあでもいいものをねってことです。そうやね、なんか親孝行っていくらしてもしてもしてもしたりひんと思うねんな。お、うん、そうそう、だからほんまは一緒にね、あの前も言いましたけど、過ごしてあげる時間っていうのが一番の親孝行だなと思うけど、やっぱ忙しいし仕事があるし、物理的にさ、大人になると生活は変わってくるやんか。だからそこは時間で親孝行ってのが難しい分、うん、なんかこういう物質的な部分にはなってしまうけど、自分ができることは少しでも後悔したくないなと思って。確かにちょっとそれ聞くと僕もできてないですね、うん、親孝行。なんかやっぱりさ、その父が自分が25歳の時に他界してるから、なんて言うの、こうその時の自分は本当にお父さんに何もしてあげる力がなかった。自分の生活もまあ大変だったし、でも今お父さんが生きてたら、まあ、ゴルフ好きやったなとか、ゴルフクラブ買ってあげたいなとか思うことたくさんあんねんか、うん、それできひんなと思った。お母さんの時にそれ思うの嫌やなっていうのすごい思う、うん、おー、新生橋やな。結構来てました？もうめっちゃ、だって職場やったからさ、めっちゃ毎日来てミラーでも間に合う。いよいよ駐車します。いや普通です。ウィンカーが逆なんだけど、あれは緊張するな。ベンツですからね。橋口くんって車運転するよ？運転しますよ。すんの？はい。すんの？はい。マジ？せえへんと思ってた。します。橋口くんも車運転できへんやろと思ってた。できるんやん。めっちゃ営業車で、やってましたよ、サラリーマンの時。え、じゃあめっちゃ運転できるんやん。うまくはないですけどね。そうだね、橋口くん免許ないかなぐらい思ってた。勝手に。おお。いや、ほんまに集中してくださいね。おお。してるしてるしてる。ちょっと待って、ちょっと待って、これどっち？右ね。え、どういうこと？どっちでもいい。どっちでもいい。ちょっと待って、ちょっとやばいかも。これってどういう意味なんかが分からへん。もう全然、これが、あの左の車輪のあれ、もうちょっとそのまままっすぐ行ってください。下がってください、下がってください。バック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 。で、ちょっと来てください。ちょっと待って、マジで。ちょっと分かったから、ちょっと降ります、僕。誘導しましょうか。え、いいよ。大丈夫ですか？いい。ちょっと待って、ほんまに。いけたんちゃう？で、これ押したら、ほらー、いけたー。車内の空気がやばい。車内の空気が。アウトです。そう、なんで？え、マジで、ちょっと見るわ。どういう状況？もう完璧な駐車やと思ったけどね。
これ結構お耳に寄ってた。結構お耳に寄ってた。まあ雨じゃなかったらもうちょっといい感じにできるかも。ちょっと恥ずかしく私も入れてや、一緒に入ろうよ。もういいや、お茶しに行こう。一緒じゃあまたお店にミューズ大阪店まで戻りますよ。どういうこと、また来るって回るの。出口はここかい。やっぱ雨っていうのもさ、ちょっと良くないな。久しぶりの運転で雨ってちょっと辛いな。まあ難易度上がりますよね。ちょっとね、気にかけることが多くなっちゃうんで。そう、あとなんかあんまり車線の線が見えない。確かに。そうでさ、結局左右のミラーもここさ、自宅であんま見えへんさ、車。うん、言い訳っていうか。おし、おし、帰ってきたよみんな。じゃあ鼻出していただいて。はい。よし、よし。あー着いた。お疲れ様でした。とりあえず良かったです、事故もなく。はい、無事着きました。最後のミッション、母にこの車を宝塚まで運転して届けるっていうのはちょっと頑張ってやりたいと思います。なんか皆さんのこんなことを親にしたら喜んでもらえたよっていうようなエピソードだったりとか、こういうことを親孝行としてしようと思ってるっていうことがあれば、ぜひなんかそれはすごくいいコメントになっていくんじゃないかなと思うので、あのコメントに書いてくれたら嬉しいです。今日の動画が参考にならへんと思いますけど、なんかまあ見てて楽しかったなと思う人はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いやー、お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。